伊藤康氏は日本の政治家、宮城県大崎市長、宮城県議会議員、宮城県議会議長などを歴任した。宮城県東田郡枠屋町出身。1968年3月、宮城県小田農林高等学校卒業。全国の自治体で相次いだ年金保険料の横領をめぐり、当時厚生労働大臣だった。 舛添ゾ陽一は、事故が成立していない全国旧自治体に対し、刑事告発するよう求めた。合併前の旧田自治長町民生活課の元男性主事も、2000年11月から2001年3月の保険料約28万円を横領していたため、舛添は合併後の大崎市にも、刑事告発するよう求めた。しかし、大崎市は、旧田自治町が、 事件発覚当時、社会保険庁にも対応を相談した上で、告発はせずに懲戒免職処分とした、現職員は、横領を認め、全額弁償している、現職員はすでに社会的制裁を受け、現在は構成している、等を理由に告発を見送り、社保庁に伝えた。これに対し社保庁は、大崎市に代わり、宮城社会保険事務局長名で、現職員を、 古川警察署に告発した。告発前日に、舛添のもとを訪ね、告発しないことへの理解を求めていた伊藤は、正直残念という思いだ。地方がきちんとした手続きを踏んだにもかかわらず、大臣が強権発動したことに失望した等と発言した。村井知事や、同様に、刑事告発しない方針の他の自治体の市長らも、社保庁職員は、 刑事告発で釈ャ力になっているが、大事なのは消えた、年金問題を解決することではないのか、と大崎市の対応に理解を示した。しかし、社保庁が自治体に代わり告発したのは、全国初だったため、伊藤が記者会見で、社保庁やマス添えを批判する様子が、テレビニュースなどで全国放映され、これを見て、大崎市長は、犯罪者をかばったと捉えた人たちからの抗議の電話や、 e メールなどが市役所に殺到した。その一方、国を相手にしても一歩もひるまず、真っ向から意見する伊藤の態度を称賛する声もあった。仙台地検は現職員を基礎猶予とし、このバトルは大崎市側の全面勝利となった。伊藤は適切な判断と思う、旧田事理長が社保長にも相談して処分を決めたのに、蒸し返した社保長の行動は、 非常に残念等と,うとう改めて社保庁を批判した。その後、伊藤が陳情等で国会を訪ねた際、偶然にもマス添イと鉢合わせした。現場に居合わせた人などの間で、この二人はよほど縁があるようだと笑い話になったという。2008年6月14日の岩手、宮城内陸地震の名称をめぐり、伊藤は気象庁に対し、地震の名称が 両県広範囲で被害が出た印象を与え、鳴子温泉共闘で観光客の大量キャンセルなど風評被害を生んでいるとして地震名を局地的な名称に変更するよう要望した。しかし、気象庁は余震の範囲や被害分布などを考えてつけた適切な名称、変更は考えないと回答した。伊藤は2006年市長選で、 大崎市民病院本院を現在地で建て替えると公約し当選した。しかし、拡張に必要な周辺用地の一部が地権者の反対で買収できず、事業費も予定額を大幅に上回る見通しとなり、さらに勤務する医師たちから約2キロ離れた古川、ホナミ地区の市地へ移転新築するよう求める要望書が提出されたため、政治判断で古川ホナミ地区への移転を決め、 市議会も移転事業費を賛成多数で可決した。村井知事も県議会で移転賛成を表明した。これに対し、病院に移転されると不便になる、病院付近の市民、商売に影響が出て困る、商店経営者や駐車場の持ち主、伊藤に批判的な立場の共産党員等が、伊藤は公約違反だ、ホナ地区は地盤が軟弱などと主張して、市民グループを組織し、 2009年11から12月にリコールの署名活動をしたが必要な有権者3分の1が集まらずリコール不成立となった。住民グループは署名が32,384人分に集まったと発表したが市選管の精査を受けておらずマスコミにも署名簿を公表していないため人数を水増し発表した可能性があると言われた。2010年の市長選は 病院移転を阻止したい市民グループが伊藤に対抗する候補者擁立を模索したが、途中で内部分裂し、グループ離脱組は前回も立候補した本間俊太郎、グループ残留組は支持協定を結んだ佐藤仁一を擁立した。その結果、病院の移転新築を公約した伊藤が、リコールで集まったとされた署名を上回る34,404票を獲得し、 病院の現在地建て替えを公約した本間と佐藤を破って再選され、病院移転が信任される結果となった。ちなみに移転反対派は前日の通り、穂波地区は地盤が軟弱と主張していたが、2011年の東日本大震災では現病院で液状化や地盤沈下が見られたのに対し、移転予定地で同様の被害は見られなかった。 2020年11月20日、新型コロナウイルス感染症への感染が確認された。経緯及びその後の影響は以下の通り、ありがとうございます。